で、ペコペコの時に持ってくる企画が大体俺1万円企画とか100個企画とか、まあ、はたまたま1キロ企画だとか、まあ、いろんなの持ってきてるんですけど、食べるやつ持ってきてくれますね、うん、でも今回1個も当てはまりません。今回持ってきたのはですね、はい、まあ、初めてですよね。初めてそうくるかと思うと思ってさ、持っていきましょう。こちらです。巨大なこの端から端までも映ってないけど、映ってないね。こちら1メートルあるんです。このこれ何か説明しようぜ。これはですね、何ですか。チーズ入りかまぼこ、チーカマです。これチーカマだ。俗に言うチーカマ、これよく食べたことあるでしょ。食べたことある。美味しいんだよね、これ。うんうん、なんかね、大きいのが売ってたんで、大きいおちゃん、これを4つ買ってつなげてみました。1メートルなんだ。そう、1メートルのものを食べるっていう。でも1メートルってあれよね、細ければ細いほど楽で、楽。まあなんで今回はチーカマで1メートル用意したんで、こちらを今回食べきっていきたいと思います。いきましょう。シッシッ、よし、じゃあ食べていきましょう。これちっちゃいやつってなんかこの辺に赤いテープあるじゃん。そうねえから、カモンカモンカモン、メリーキュートのベイビー。うまっ。食べてんのかい。刃物気をつけてね。おお、結構重い。うんま、いや、うんま。お昼食べたってブランク持ってる。どうするこれ、吐くことになったら。この2分で予想外すぎる。そんなきついんだってなる。でもお母さんからしたらめっちゃちょうどいいガキの餌になるから。最悪な性格してんな、お母さん。安いしみたいな、おっさんの一歩上げて黙るだろうみたいな。ちょろちょろ考えてんじゃん。俺のお母さんね、ちっちゃい頃カニカマをね、カニって言って出してて、お母さんカニ食べたいって言ったら、いいことしたらねみたいな感じでご褒美でカニ缶をくれて。カニ美味しい。いや、安いよ、安い子供だ。へえ。え、これカニ缶では、あ、カニ缶わかる、あれだよね、下げるやつか。そうそう、サラダになってるやつ。 あれうめえよな。でも、うん、しかもめっちゃ安いんだよね。めっちゃ入ってめっちゃ安いんだよね。ほんとだ、100円いかないときあるもん。でもね、ちっちゃい頃ね、本物のカニとカニカマのカニの区別つかなかった。やっぱ分かるのかな、子供ながらに高い人は持ってる子は。これカニじゃないなんなん、これカニじゃない。怖すぎるだろ。食べたことないのにカニを。勘のいいガキは嫌いだよ。てかさ、109のイベント、これクソいたよ。この俺がつけてるあれなんだ。これめっちゃいたよ。でも多分これさ、俺がつけてるからとか関係なく、こういうのが主流な。それはない、あの量はやばい。いや、でもあの量4人連続でこれ来たもん。いや、ほぼだったよね、これつけてんので、俺のためにこの帽子とか、俺の着てる服とか、俺となんかこう、ゴムお揃いにしたりとか、携帯のカバーとかね。そうそう、これめっちゃいたもん。これはめっちゃいた。すごかったよね。でも、これ壊れたの知ってる俺。うん。で、このリング壊れたときでしょ。そうそう、ライブの時大阪だっけ。そう、実はその前に壊れたんだけど、こう結んで無理やりつけてたの、うん、ちょっと短くなりながら、うん、けどまた壊れちゃって、で、復旧不可能だから、これ紐別買いで別売りのを買ってつけたっていう。これに何の魅力や。片身くらいの勢いで持ってるよね。これがなんか母ちゃんの片身とか母ちゃんの片身だと分かるけど、ただただ最初のやつでしょ。たださ、最初に見事買ってやる。全然思えるもつもない。結構待って、きつい。そう、1本目やろこれ。きついぞ。いただきます。結構監督、そしてさらっと1本くる。監督とかもない。じゃあちょっと調理しますか、これきついんで。調理しに行きましょう。シッシッ。はい、ということで台所に移動したんですけども、はい、やっぱりこれだけだとね、飽きが来るんですよ、うん、なんでちょっと今回はちょい足ししていきたいと思います。おー、ちょい足しベイベー。まず普通に開けますよ。1つ半分ですね。斬新。どう切るかっていうのもあれなんですけど、まあちょっと美味しく見せるために横切りします。こういう切り方をしていきます。これね、ほらおしゃれな、おしゃれな、その美味しそうに見える。あ、サラダに入ってる。そうそうそう、ウインナー的なノリの感じで切っていきます。うん、やっぱ見た目変わることによってね、なんか飽きもちょっと来ない気がする。確かに一口サイズって食べやすいしね。食べやすいんですよ、すごい。あれでかいからね。こちらに出しましょうかね、盛り付けで。それででも半分使ってるわけだもんね。そうだよ、え、そうだよ。バナナみたい。こっから見るとバナナみたい。これ半分使ってるのめっちゃ強いやん。三の物語みたい、これ三の物語。これクダウンいくね。よし、これでこちらに。はい、はい、まあ、真ん中に回ねえぞ目をね。あー、そんな少ないんだ、うちギリギリだ。そしてお醤油。お正月を移そう。
ビーバーが料理をしております。ビーバーが獲物を見つけておりますあ、お正月を移そう。こちらまんべんなく、うわ、美味しそう。タラタラーっと垂らしていきます。さあ、できました。こちら醤油とマヨネーズのカニカマあえです。カニカマ、カニ要素ゼロカニじゃねえやこれでもう半分もう半分はね、まあ、ケオ君に任せられたいと思います。おー、シッシ、何作るんすか。あー、高いのおっちゃん出た。高いのおっちゃん、久しぶりやね。高いのおっちゃん元気してた。大蔵、大蔵今日はね、今日何するんすか。新釜で料理作ってくれ。邪魔だろ、ゲー。あ、おっちゃん怖くなっちゃって。新釜で料理するんす。じゃあ、新釜出してくれ。おっちゃん、おっちゃんワイルドだな。新釜、今本気で握ってくれて潰れなかったぜ。あ、ほら、だけ気をつけろ。あ、危ない危ない危ない。しっかりしっかり猫の手してる。おっちゃん料理学校行ってるね。料理学校卒業してるですね。まず切るだろ。何がごめんごめん、切っちゃった。間違えて、そっちを切っちゃう。間違えて切っちゃった。いやー、そっち切っちゃった。しゃら、火をつける。火は気をつける。カニカマ近いな。カニカマじゃないな。あ、カニカマじゃない。あー、ごめんごめん。おっちゃんごめんね。あれ、油をすくんですね。油だ油だ。やっぱりね、チーカマ飽きる要素、プニプニなところ。うんうんうん。だから今日揚げてカリカリにしようかな。天才だ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 。じゃあ油を引いたら気をつけろ。あ、カリカリなんだ。わかんねえ。でも不安だよね。うわ、初めて見るず。え、すごい。焼くやん。すごいよ。すごい、しっかり油で。うわ、ニンニク、チューブニンニクだ。おいしくなるぞこれ。やば、お茶出てる。お茶、すごいすごい飛び出てる。ちょっと焦ってるね。料理学校出てるのに焦ってんね。お茶ちょっと油に。お茶、人と友達やねん。人と友達なの。これニンニクきついぞ。おい、カメラマン、これあとデートの予定とかあんのか。デートないよ。大丈夫大丈夫か。ちょっと息臭くなるから。まあ、このあと出ちゃう。お茶出ちゃう。おっちゃん、俺になってるの。草、ニンニク草。やばいぞ。俺でもかかるって相当よこれ。ちょ、溶けてないの、チーズとかは。チーズはいい感じ。意外と大丈夫。おっちゃん、この後社長令嬢とお忍びデートなんで。最後の笑いも手をくれちゃってる。気をつけろ、油と水分仲悪すぎ。あ、めっちゃ火出てる、めっちゃ火出てる。え、大丈夫。よし。あ、でも美味しそうな色に。まるで長芋じゃ。長芋じゃ。これパイパイすんのかな。これでも半分だもんね。よし、あとは盛り付けだ。盛り付けも一個一個命をかけなきゃね。カリカリするんすかこれは。これ触った感じパイパイしてる。え、食べてみるかい。これどうぞ。熱い、熱いから、それ熱いから。はい、完成です。よろしくお願いします。完成、長芋じゃ。じゃあ混ぜて。長芋じゃ。じゃあ混ぜて食べようか。シッシ、サムネ決まった。ということで料理が完成したので食べていきましょう。うまそう。いただきまーす。まず普通にちょっと俺のから。どうぞ。食べましょう。醤油とこれマヨネーズ。めっちゃうまそうだよ。普通にいい組み合わせだよね。よし、いただきまーす。うん、うん、マヨネーズで食べましょうよな。うまい。まあでもかまぼこって感じ、うん。最初の一口だけ。まあでも食べやすいよね。味変わって。うん。秋っていうのが一番怖いですから。うん。じゃあの次は酒井のおっちゃんが作った。そうね、まあ、長芋じゃ。お忍びデートで帰っちゃったから酒井のおっちゃんは。お忍びデートで帰る。いただきます。すごい匂い、これめっちゃ美味しいで。うん、あ、これの重さがないよ。なんか柔らかくなってる。うん、柔らかくなった。え、めっちゃ食べやすい。くっせえがな。うまいな。ニンニクと醤油がいい感じ。パリパリは全然しないね。表面固まってるぐらい。おいしい。味は全然かけ離れてる。食べやすい。お腹がいっぱいかいっぱいになってきて。父ちゃん、なんで僕んちゃんチーカマしか出ないの。他の子はハンバーグとか唐揚げとか。僕んちゃん3年ぐらいこれだ。チーカマの神様だ。気になる。先気になる。これめっちゃうまい。こっちしか食いたくないわ。もう普通のチーカマになんて戻れない。それや。この歯ごたえがなんかあれだね、スーパーの惣菜売り場に売ってる揚げ物みたいな。うーん、まあとりあえず焼くよね。あと1本あんだよ。こんな句だとは思わなかった。じゃあ最後なんか終わったみたいですね。こうすればめっちゃ早い。だいぶ痛いけど半分にして。うわー、なるほどね。水流しても、とりあえず口の中にチーカマがなくなったら
じゃあ早食い対決いきましょうか。これでもう終わりですから1メートル100いきます。よーいスタート。頑張った。なくなるの早っと思って順番。これね、噛むスピードがあるよね。大事よ、飲み込めるって思う時まで。いきます。ファイトファイト1メートル企画ラストファイト1メートル達成。最後まで見てくれてありがとう。1メートル企画どうだったかな。チーカーも好きなんだけど、さすがに1メートル分食べるってなるとさすがに飽きちゃうんですよね。大食いで辛いのは秋ですね。明日のスカイピースはスカイピースが巨大迷路に迷って出れなくなっちゃった。どうするどうする。